嘘、逆？こうか。こうですか。よいしょ。はい、ということでなんか風船買いました。これ膨らましたいと思います。こんばんは。24歳になる。はい、そう、パーリーです、パーリー。え、待って、大きすぎるんですけど。どこに収まるんですか。え、嘘でしょ、間に合うかな、びっくり。はい、バルーンを買ってみたんですけど、あ、大きすぎました。間に合うかしら。いきます。間に合うかしら。わっ、全然膨らまない。じゃあこれは諦めます。夜やります。夜までに、夜も配信するので、はい、ちょっと待って。あともう一個飾り買いました。え、あ、じゃーん、これも買いました。ハッピーバースデーみたいな、これをね。諦め早いよね。早いですよね。え、なんだこれ。ん、あ、なるほど。ん、あ、あー、ちょっと待って、これも難しいかもです。このアルファベットをこの自分で糸に通すらしくて、おっと、想定外ですね、これは。え、やり方が分かんない。なるほど。なるほど。まずこれはなんだ。これは違うな。ハッピーの部分。ハッピー。あ、H。これかな。まずこれをこう、できないよ。どうするんですか。説明書いてない。え、書いてないよ。書いてませんよ。あ、全部に通すんだ。H ってこうかな。これをえっと文字はこうか、こう連なるから、こうかな。ちょっと待って、難しい。難しいよ。こうかな。まず H でしょ。次 A ってどれですか。これ何ですか。蝶みたいな。何これ。これデイですね。これ一番最後ですね。あ、これかな。 HAP、 これかしら。これ AP ですかね。まあこれでいいとして、 HAP。
入れます。はい、次HPYPY、 あ、これかな、これかも、 PY ですかね、これが。すごい、これね、間に合うかな。で、これをこう穴に入れて、こっちにも通して HAPPY ハッピー。次バースですね。あ、もしかしてこれですか。これかな、これをこの穴に通して、こうかな、こうかな、よし、バーバー、これですかね、読めないけど、これ消去法でこれかな。これかな。え、今何時ですか。ちょっと、え、これどうしよう、どうしよう、どうしよう、間に合わないこと、これで誕生日は迎えたくないです。よいしょ、あ、あと30分もある。大丈夫大丈夫、落ち着けば大丈夫、落ち着けば。お風呂はもう入りました。で、これ通して、そう、まだ大丈夫。あはあ、あ、まあいいか。あ、なんで、あ、こうか、ん、こうか。いや、今からお風呂入りますはないよ。え、なんか今日お誕生日なので特別に0時以降も配信できるみたいな噂を聞いたので、あ、できた、あれ、できた、なんか、ん、え、なに、この子なんか一個おかしい。え、どうなってるの、何間違えた私、あー戻った、よし、じゃあこれを飾りたいと思います。できたできた、うんうん、あ、待って、デイがない、デイ、すいません、デイを忘れてました。デイはあわあわ、よいしょ、あ、皆さん、昨日は TIFF2024 ありがとうございました。暑い中ね、配信はなかったんですけれども、今年は暑い中会場にお越しくださりありがとうございました。もう今年はあれ、できたのか、これはね、長岡花火とね、日にちが一緒だったことから悩まれた方もいらっしゃると思うんですけれども、で、思うんですけどね、私たちのことを選んでね、そしてお越しくださり本当にありがとうございます。できた、間に合いそう。あ、このテープの始まりが分かんない。え、貼れるかな。 TIFF のセットリストはですね、初デニーズ。ありがとうございます、デニーズ。ずっと行ってみたくて、気になってて、デニーズを。なんかでもデニーズってこうロゴ的になんかパリピな方が行くところなのかなって思って、なんかすごいミラーボールとかが回ってるお店
のロゴみたいだから、私は果たして入れるんだろうかって思ってたんですけど、どこだ、ここら辺、なんかそう、たるみがすごいですけど、たるんでるよ。え、おいおい、たるんでますよ。こうやって詰めてあげようか。これでいいかな。待って、なんか絡まってる。よいしょ、詰めてみました。どうだろう。あ、かわいい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 だ。よいしょ、じゃーん、かわいい。そう、ありがとうございます。そう、なんかデニーズがなんか本当に普通のさドレスコードで行っていい場所か分かんなくてずっとそわそわしてたんですけど、存在は知っててそわそわしてたんですけれども、はい、メンバーとあとマネージャーさんも一緒にみんなで行きました。新潟にいなくて、あの東京で TIFF の TIFF とあと文化放送さんの収録に行かせていただいた時に東京でデニーズデビューした。すごい、クロッカーありがとうございます。ドレスコードあるかなって、それこそこういう格好で行くものかと。え、多分ないですよ新潟に、多分。うん、ラジオ収録はそうですね、一瞬のラジオというタイトルなので、いやでもそのいつも新潟でさせていただいてる時とはまた違う、全然違う緊張感はありました。うん、でも本番は、まあ、いい意味でかしこまらずに、できたので、多分大丈夫だと思います。いい意味でね。緊張感はあったんですけど、あ、そう、私の声がすごい大きかったみたいで。でも、こう、なんか前もって、その、文化放送さんで放送していただくラジオの心得みたいなのを自分で考えてて、あのどうやって爪痕を残したらいいか、どういう自分でいくかみたいなのを考えてて、うん、まあでも今までの NGT で普段の私をやっぱり知っていただけたら明るくいこうって思って、まあ、そしたら明るく元気な子ということで覚えていただけるかなって思って、それで行きました。なんかでもそれで行ったら多分いい方向に進んだのかな。うん、はい、8月27日発売前日、しかもその一瞬の花火、一瞬の花火みたいな、一瞬のラジオ最終回の回なんですよ私が。はい、なのでまあ楽しく元気に締めくくることができたかなっていうふうに思います。あ、日向祭りさんもね、昨日放送でご覧いただきありがとうございました。あと
明日もエッサがあるんですね。私はいないんですけれども、あの誕生日の日ということで、なんかその後輩ちゃんがちょっと私の話をなんかしてくれたらしいですわかんないけど、そうらしいです。聞きたいと思います。私も ラジコで楽しみにしていてくださいね。ディフ本当に楽しかったです。でももうとにかく暑すぎて、なんか手汗でマイクが滑るし、なんか床も多分汗だったのかな、滑るし、もうヒヤヒヤしてました。で終わった瞬間アクエリアス1リットルもうすぐ飲み干しました。一気飲み。もう炎天下だったので、もうそれぐらい、なんだろう、それぐらいでしたね。これからね、いっぱい、あとサマステも今月ありますので、来週再来週にありますので、しっかりこう体調整えてまた夏フェス楽しみたいと思います。あ、そうなんですよ、バンダイ駅のですね、あ、バンダイシティもなの、駅のサイネージに NGT のメンバーが出演させていただいてます。今はあのトリプルセンターの3人なんですけど、いつかは私も登場させていただくのでお待ちください。新潟駅のあの新幹線乗り場あるじゃないですか、あそこのサイネージにもなっていてびっくりしました。ティフに行く時とかなので、はい、本当にファンの皆さん、私のこと見つけたら即ご報告ください。ヒントはそうですね、その8月全部をこうメンバーがこう代わり交代交代で出させていただくんですけれども、そうですね、割と早めかもしれない知れないです。なのでまあ公演とかと合わせて見てくださったらいいなと思います。確か31日までって書いてあった気がします。びっくりしました。いや、私ずっとねこういう新潟のサイネージとかね、そういうなんか人目につくところに NGT メンバーが、あ、でも前昔ありましたよね、そう NGT メンバーが映ってたらさ、絶対可愛いってなって注目していただけるだろうなって思っていたので、まあ、今回そのシングルのプロモーションの一環として出させていただけるのがもう本当に嬉しかったです。楽しみ、どんな風に映ってるのか。ちなみにポニーテールして、まあ、最近の私の勝負ヘア、まあ、勝負というか似合うなって思うのがこのおろしとポニーテールなんですよポニーテールしてます。ぜひ皆さんね楽しみにしててね。よいしょ、 あともうちょっとで年が、あと20分、15分、いやー、なんかじゃあ振り返ろうかな。23歳は、まあ、メールでねどんなことがあったのか箇条書きにしてみたんですけれども、本当にたくさんのことを経験させていただいていて、ありがたいことに。まず23歳の初日は、サマーコンサート、中井梨花さんの卒業コンサートから始まって、
で、あの夏フェスがいっぱいあって、夏フェスがあって、あ、映画もあって、あとグラビアもさせていただいたり、あと思い出始まったりで、リバイバル公演の千秋楽があったり、あとガタチューブさんに出演させていただいたり、マルドリさんに出演させていただいたり、ゆうとありがとう、たり、ゲーム部配信だったり、おしゃべり会もあったし、あ、そうですね、時鉄さんの周年イベントをさせていただいたり、フォーティエイトタイムさんに掲載していただいたり、 BLT さんに載せていただいたり、 あとあの別のリリースがあったり、そうですね、いろいろありましたね。あ、そうだ、アプリイベントで1位を取らせていただいたり、貸し切り列車イベントもあったし、大宮でね、鉄泊でもイベントもさせていただきましたし、あ、はい、3月にも生誕祭もさせていただいたんですけれども、本当にいろんなことをねさせていただけた1年だったなって思います。はい、そうですね、スイーツ部さんにも出演させていただきましたし、24歳になります。ねえ、本当に1年間またあっという間でいろんなことがあったなって思います。あ、ブブカさんにもそうですね掲載していただけたり、そうだね、ピアグラビアもさせていただいたり、衝撃だったあ、どうしよう、レイジの瞬間どうしましょう、ジャンプしようかな、どうしようかな、おめでとう。あー、もういろんなことを経験させていただけたなって。22歳の時は、去年はそのフェスとか出れるか出れないか瀬戸際でもありましたし、なんかテレビのお仕事とかもこうなかなか出演できなかった22歳だったので、それに比べたら今年の1年はフェスにもいっぱい出演させていただけて、あ、そうだ、野鳥コースターさんもだ、そのフェスとかロケテレビの方にもいっぱい22歳よりはたくさん出演させていただけて、あと、あ、始球式もさせていただきましたね。なので本当に22歳に比べたらすごい23歳は飛躍できた、充実した1年だったなっていうふうに思います。そうですね、ありがたいことにね、ごめんくださいね。この1年間で
だいぶ笑わせてもらった。あ、よかった。この1年間でファンの方にはね、もう本当にもういっぱい泣けるような言葉をかけていただきました。コンサートとかはシングル、うん、コンサートとか、あとそういう節目になると、あ、また自分のデビューの周年の時とか、そういう節目になると、まあいろいろな気持ちをメールとかに書かせていただくんですけれども、すごい温かい言葉、感動的な言葉をいっぱいかけていただいて、うん、そういう忘れられない言葉として私の心にずっと残っています。最近のかえりちゃん綺麗。あ、ありがとうございます。本当にみんなの言葉が忘れられませんね、うん、あと10分で、この1年どうかな、改良しになった石ね、ありがとう。あ、今来た、ありがとうございます。うーん、あ、スピーチえ、あ、そうなんですか。森でいっぱい声流れてカイリちゃんが映ってた。え、嬉しい、嬉しいな。ファンの皆さんはどうなんですかね皆さんはいかがでしたかね。なんかでも22歳の1年よりも23歳の1年の方が、あのファンの皆さんが生き生きしてるような気がします。大人になったと実感して、あ、本当ですか。楽しい思う、たくさん楽しいをいただきます。頑張れる日々、あ、ドキドキした、あ、本当ですか。濃い一年、そうですね。あ、コンテンツ好きになった一年、あ、ありがとう。幸せ、あ、よかった。あ、充実、あ、よかったよ。そうなんです。その去年と比べたら、ね、今年の方がより皆さんに嬉しいご報告だったりね、私の方も生き生きとした自分をお見せすることができたんじゃないかなって思う1年でした。だから22歳の時、21歳から22歳にかけた1年よりもこの1年の方が、その帰り推し人数も増えた気がします。あ、増加率が高いような気がしますあと減少率も低いと思います、多分。減少率が低いかもですあ、ありがとう、かわいいプレゼント。減少率が改良し、減少率が、幸せな一年ですはい、減少しないでください皆さん私調べですよ、全然わかりませんよ、ちょっと具体的なのは私が自分の肌で感じてることです。
また押させて、またありがとう、再びおかえり。そう、私おかえりがフレーズなので、いつでも戻ってきてください。そうですね、感覚的な問題。これで一番減ってた年だったら面白いんですけどずっとガリちゃん推し、ありがとう、嬉しい。でもこの減少率が抑えられたのも本当にファンの皆さんのおかげで、っていうのもなんか私って結構なんか気持ちが沈んだ時、もう本当に何も手につかなくなってしまうような人なんですよ。だからなんか配信とか前々から予定とかもっと入れたいけど、そのなんかその日のお仕事でうまくいかなくて落ち込んでしまったり、なんかその日誰かからもらった言葉一つでうってなってしまいやすい時期もあるので、なんかあまり前もって予告とかできなくて、でこの前も5分で終わらせちゃった配信をそうなっちゃう、本当に申し訳ないですけどそうなってしまうからなかなかね、大変なんですけど、ネガティブなのか。でも皆さんの5分もやってなかった、4分かでも皆さんのこの応援のおかげで、そんな私なんですけれども、こう極力前を向いてね、活動することができた1年だなっていうふうに思います。あ、ごめんなさいごめんなさい、すいません、よいしょ。いや、もう元気なんですよ、もちろんもう元気で大丈夫なんです、今日はもちろん大丈夫です。あ、もう時間かな。やばい、あ、あと3分だ。キャーはあ、皆さん本当に23歳の私に、別になんか別人になるわけじゃないんですけど、23歳の私にすごい。ね、優しく支えてくださって、いっぱい応援してくださって、本当にありがとうございました。みんなとね、23歳過ごせたのは私もう生涯忘れません。23歳最高、今までで一番23歳が充実してたっていうか、23歳は初めてなんですけど、今までの1年間の中で、はい、すごいなんか片手に収まるぐらい歴史的な1年になりましたみんなのおかげです、ありがとうございます。はい、どうしよう、どうやって過ごそう、0時の瞬間どうしたらいいですかね。ジャンプしようかな、よいしょ。スカート、あ、ちょっと待って、足が痺れちゃった。スカートもすごい可愛いんですよ、よいしょ。これで顔映ってないな、どうしようかな、ちょっとジャンプできないなどうしようかなじゃあ3、2、1、ハッピー帰りーでお願いします。そう、気合い入ってるんですよ、だって今日が1年で一番記念すべき日じゃないですか。あ、え、ドキドキする、ハッピー帰りでお願いします。ふー、ドキドキ、あと20秒。
ありがとうございます。あー、タワー、もう待って、いつの間に、ありがとう、ありがとう。待って、どうやったらわかるんだろう。ちょっと待っていっぱいすぎて、ちょっとじゃあランキングの時に、まあきっとちょっとランキングの時にお呼びさせてください。ありがとうございます。いっぱいありがとう、嬉しい、おめでとう、ありがとう、いっぱいメッセージもありがとうございます、ありがとう。じゃあスクショタイムもしよっかな。24、合ってますか、こうかな。はいありがとうございます。そうだな、まあ先ほど23歳を振り返って、でもどうなんだろう、生誕祭があったら生誕祭って24歳のことをお話しするのかな。あ、そう、あ、そうですよね、なんかもういっぱいギフトいただいて、今日ちょっとじゃあお名前いっぱい、100位まで、100位からお呼びします。ありがとうございます、ありがとう。ちょっと待ってね、テロップ書き直そうかな。おやおや、はい、ねー、ドアゲドアゲ24歳はですね、ああまたタワーありがとうございます。27じゃない24歳はですね、あ、じゃあちょっと、まあ、生誕祭で言うことは取っておきつつ、24歳は日向祭りさんでもお話させていただいたんですけれども、ちょっと精神年齢を、見た目はこのままで中身をね、大人に成長させたいなっていうふうに思ってます。中身を、見た目はもう結構私大人っぽいので大人っぽいじゃないですか、よくそう、大人になったねって言っていただくんですよ、見た目。なので大人、あ、見た目はもう置いておいて中身をもうちょっと大人っぽくしたいなっていうふうに思います。いや、そうなんですよ、お酒がもう本当に苦手なので、飲めるようになったらいいなって思うんですけれども、トーク力とか磨いていきたいですね。なんかそのトーク力はなんか面白いことをして盛り上げるトーク力じゃなくて、あ、それももちろんアップさせたいんですけれども、なんかこう取材をしていただいた時に、こうなんかグループの、ありがとう、ハイビスカス、あのグループのこととか、なんか自分の目標のこととかをこの胸張って話せるようなトーク力が欲しいです。ありがとう、パフェも、クラッカーも、ありがとうございます。なんかありがたいことに、まあ、年長メンバーにもなったことと、まあ、今回も選抜入りさせていただいたので、なんか
お仕事でご一緒するスタッフさんとかにもこうグループのこととか聞いていただくことが多いんですけど、そういう時にこうちゃんとお答えできるトーク力が欲しいなって思います。うん、今までは、まあ、すごい最初の時オーサムとかポンコツな君が好きなのシングルの期間とかだったら初めてのことばかりでっていうお話、もう先輩を見てついていきたいですっていうお話をよくさせていただいたんですけど、あの別あとこの一瞬の花火ぐらいからはなんかもう本当にグループのことをこう引っ張る、そしてグループのことを客観的にも見れるような人にならなきゃいけないという立場になったので、なんかこう今の NGT のなんか魅力を語れる語り師に語り継げるような人にならないと、後輩とかの魅力とか面白いエピソードとかなんかいっぱいあるから、なんかそういうのをこうちゃんとお話できるようになりたいです。そういう意味でのトーク力が本当につけたい語り部、あ、そう、語り部になりたいです。はい、そうなんですよ。あとはなんだろう、劇場公演にいっぱい出たいです。え、今日ネタになってた、なんですか私何でだ。あー、そうですね、仕切りとか司会とかもうまくできるようになりたいです。うん、お誕生日おめでとう、ありがとう。でなんか昨日のフェス HKT さんのを見学させていただいた時に、やっぱりアイドルは歌って踊る姿が大事だなって、あ、守りたい、ありがとうございますって思ったので、T シャツ着てほしい、チェーター T シャツ、え、届くかなぜひ着てほしいな。そう、やっぱ歌って踊る姿がアイドルとしては大事なので、なんかもっとなんかダンスの重心を低く、そしてあんまり顔がぶれないような踊り方をしたいなって思います。そうだね、歌も上手にボイトレとか行こうと思います。パフォーマンスのパフォーマンス力を向上させることかなあ。優雅ですか私HKT さんのすごかったです、もう盛り上がりが本当にすごくて、本当にそんな24歳にはなりたいですね。すごかった、私今村マリアさん大好きです大好きに、いや、もともとお好きだったんですけど大好きになってしまいました、一昨日のフェスを見て。マリアさんがこう、マリアさんどこにいる時も目に入るというか、ダンスがなんか丁寧かつ大きくて、そうスラッてしていて、スタイルもいいんですよね、細くて足が、上半身も全部スラッとしてて、
やっぱりこうアイドルは立ち姿とかもね大事だと思うので、すごい勉強になりました。うん、あ、ありがとう。お花とかもありがとう。うん、丁寧さも大事。ねえ、すごい一昨日の TIFF のステージでもういっぱい勉強になって、なんかその早くその勉強参考にしたい、早く劇場にまた立ちたいっていう今そんな気持ちでいっぱいです。よ、7日かな、私次は明後日か、明後日ね、楽しみです。ちょっと今村マリアさんになります。いや、 HKT さん本当に素敵だったな。え、行くだって、ありがとう。そうなんです、早く自主練してマリアさんになりたい。あ、私ですよ。日向祭り聞いた、ありがとうございます。日向祭りさん あんまり他のアイドルさんを見れる機会普段はなくて、フェスとかだったら見れるんですけど普段はないので、なんかこの夏フェスでいろいろ見させていただきたいですね。そうなんです、テントで見てました。誕生日おめでとう、ありがとうございます。ちょっと喉乾いた、これ飲んでいいですか。あー、ありがとう。なんだっけ、クラッカーの大きいやつ。そうなんです、 NMB さんはちょっと準備が私たちのスタンバイのちょうど時間と被ってて見れなかったんだ。あ、でもモニターでちょっと見てました。ドリアンショーのやつだ。ブサイクもイケメンも髪一重、ふふ、女の子それぞれのリサッキ、可愛かった。ケイトちゃんがセンターしてて、そうですよね、もう勉強になった。あ、そうなんです、朝日新聞さんのポストで、なんかそう、私の写真も NGT の写真も撮っていただけていて、もういっぱい保存しました。あとでなんかどこかに載せよう。かえりちゃん負けてないよ。ありがとう。ありがとうございます。そうなんです、なんか昨日心に太陽でセンターをさせていただいたんです、ありがたいことに。なんかすごい去年と比較しすぎてるかもしれないんですけど、まあ今日誕生日だからいっか。去年は22歳の時はそんなことなくてね、なんか全然劇場公演とかでもなんかね、そんなに一人でっていうのはなかなかなくて、22歳の時は多分フェスで一回もそんなこと、そんなことそのようなことは、なかったんですけれども、23歳の時はありがたいことにそうやって前の方のポジションを任せていただけることが多くなって、うん、そうなんです、ありがたいことに。なんかそういう任せていただくことによって、なんか自分の中の意識もなんかだんだん改革されていって、NGT が一人でも多くの人にこの TIFF のステージでなんか好きになってもらえたらいいなっていう風に思っ
うし、そのファンの方には帰り推しの方にはその今までこう積み重ねて応援してきてくださった分をこういう形でお見せできるの本当に嬉しいなって。帰りのファンの方見てねっていう気持ちで昨日はステージに立っていました。嬉しかった。うん、でもこうやって私がその前の方の、その去年よりも前の方のポジションを任せていただけるのは、そのファンの皆さんがもう本当になんかもう全身全霊で応援してくださっているおかげで、ね、みんなのいろいろな思いを、思いが、ね、そういう嬉しい結果に結びついてると思うので、これからも、ね、そんなみんなのことを忘れるわけないんですけれども、みんなのことを第一に、ね、第一に思い出しながら活動していくことを約束します。はい、ちょっと前髪とかしますね。お風呂上がりだからなんか固めてなくて髪の毛ずれちゃう。でも私本当に何かあった時に思い出すのは本当にファンの皆さんなんですよ。こうなんか嬉しいお仕事できたなっていう時に、あ、早くみんなに言いたいな、匂わせたいなって思ったり、この間見た花火とかも、あ、なんかファンのみんなもこうやって花火見てね、なんか感動してくれているかなとか、そういう風に何か一番感情を共有したいと思うのはファンの皆さんなんですよ。あ、それでね、なんか人が幸せになる条件みたいな、幸せとは何かみたいなのを調べたことがあるんですよ。まあそれぞれ人それぞれだと思うんですよ。美味しいものを食べた時とか、なんかまあアイドルを見てる瞬間とか、好きな映画をとか、お洋服を買ってる時とか、趣味とかいっぱいあると思うんですけれども、なんか私が調べた中に信じられる人と感情を共有した時っていうのがあったんですよ。あ、すごいそれ素敵だなって思って、ねえ、それがまあ今はありがたいことにこの職業をしているからなのかもしれないんですけれども、私はね、その文章を見た時に、あ、だから私も幸せだし、でもなんか私はまあもちろんこうありがたいことに、私一人対ファンの皆様ファンの皆様、あず複数の方なんですけれども、なんかでも皆さんにとっては、まあ、魂の方もいらっしゃるので私一人かもしれないけれども、ちゃんとこうファンの方一人一人のことは忘れていないので、皆さんが一人一人人皆様の人生があるっていうことは一度も忘れてないのでなんか私、ファンの皆さんも私に何かその感情を、嬉しいとか楽しいとか思ってほしいし、まあ、悲しいとか悔しいとかも思ってほしいなっていうふうに思うので、あ、なのでせ、あのこの間私があれなんだっけ、コンテンツ佐藤帰りコンテンツって言ったんですけど、なんか人が幸せだと感じるのは、まあ、誰かと感情を共有できた時らしいのでこれからもね、みんなと一緒にいろんな景色を見たり、嬉しいこととか、もういろんな、もうとにかく、まあ、言葉にならないような感情とかもなんか一緒に共有できていけたらいいなっていうふうに思います。これからもどうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。今日は本当にたくさん応援していただいてありがとうございます。最後に何か涙サプライズとか歌って終えようかなって思います。よいしょ。中京終わるベルが鳴ったら、あ、待ってください、イヤホンがないです。え、イヤホンない、あった、あったあったあった、危ない、ちょっとくるくるしてる。クラスメイトが集まってよかった、よし、危ない危ない、過ぎてカラオケとかできるんですね、初めてだ。よいしょ。それでは聞いてください。お、目隠して思いはさず腕を掴んで連れ去る体育館、バスケットボールゴールあたり不安そうに君は立たされ、何するのって聞かれたけど焦らして答えない、クラスメイトが集まって準備したのさ、こっそりこっそりアイマスクを外していい、それが合図だ、みんな一緒に鳴らすクラッカー 3,2,1,0 ハッピーハッピーバースデー、ケーキのキャンドルを一息でさあ吹き消せよ、君のためのパーティー始めよう、ハッピーハッピーバースデー、作戦は大成功、誕生日覚えてたのさ、こんな大勢の友達が歌ってる、君の頬に涙サプライズ、ありがとうございます。皆さんありがとう、いっぱい応援してくださってありがとうございます。もう一回最後にスクショタイムしようかな、よいしょ、ちょっと下がり目で、あ、なんか、いや、やめとこういや、やめます2話、じゃあ何がいいかな、24、まあ、いっか、はい、あ、ちょっと待ってください、これがいいな、なんかすごい生活感がありますね、いいか。もう生活してるんだもん。カーテン仕方ないよね。ありがとうございます、ありがとうございます、いっぱい、もうたくさんの方に今年もお祝いしていただけてすごい幸せです、ありがとうございます。で、今日の配信なんですけど、夜22時台から配信できたらいいなって思います。あそこではなんかカラオケ配信とかしてなんか楽しみながら
したいと思います。で夜遅くまで、はい、今日ね日曜日、みんなにとってはすごい大事な日曜日なのに最後のお休みなんですけど、はい、私に使ってくださってありがとうございます。ありがとう、ギフトも本当にいっぱい、もうタワーも本当にもういっぱい、なんかクラッカーとかハートとかケーキとか結婚しようとかありがとうございますありがとうね。うん、24歳ももうこんなにたくさんのファンの方がいっぱい愛情をくださるなら頑張れること間違いなし、頑張ります。配信ありがとう、あ、全然配信したかったすごい今日ねもうずっとゴロゴロしてて、このあの夜更かし配信のために温存してたので温存して23歳のなんか締めくくり方合ってるのか分かんない過ごし方、もうゴロッゴロしてて、そう今日お休みだったんですよ、私お休みをいただいてたというかお休みで、はい、このためにこの日にちを越す配信のために、まあ、全然余裕で起きていられるんですけどね普段とか全然0時超えても起きてるんですけど、え、なんかでもあのね気抜いて眠たくなったり寝落ちしちゃいけないと思って頑張っちゃいました。うん、初見です、こんにちはねえみんなもありがとう、夜遅くまでありがとうございます。温存した甲斐がありました、早めのおめでとう、ありがとうございます、ありがとうございますそう、この配信のためにもうダラダラゴロゴロしてましたでは今日のランキングを読ませていただきます。なんか今日本当に いっぱいたくさんの方がいっぱいのギフトをしてくださったので100位の方からお読みしたいと思います。100位から、あ、じゃあ110ずつ順位も言わせていただきます。100位の方から、ヘイジさん、ダルさん、ポンスケさん、タケルさん、ホイホイホイさん、フレムさん、羊さん、ゴモットモさんレンタルキャットさん、テチテチ626さん、川崎ゆうきさん、ありがとうございます。89位の方から、いつやさん、あーさゆきさん、ゆうちゃんさん、メロさん、ふじにゃんさん、るるさん、さとしさん、とおるさん、ぽんきちさん、まーちゃんさん、ありがとうございます。79位から、ビッグフレンドさん、キューベさん、安田マートさん、埼玉山添さん、ちびタンクさん、ふめあーさん、ヒューマーさんカズーさん、ニックネームさん、グリーンマンさん、ありがとうございます。70位から、ナンバーワンさん、フロストさん、リチユさん、ヘソさん、マルちゃんさん、マタさん、ヒーロさん、KO さん、タツヤピーさん、古川さん、イスニャンさん、ありがとうございます。59位から、カゾーくんさん、オカピーさん、ヒデジーさん、アスカさん、ニッカさん、もちさん、ゆきりんさん、のさん、まささん、むっちゃんさん、ありがとうございます。49位の方から、ふれるさん、たくぞうさん、てっぺいさん、まささん、いがじゅんさん、たこぼうずさん、森すずさん、瀬戸のせいじさん、超快速さん、とんすけさん、ありがとうございます。スパローさん、あ、間違えました、39位の方から、スパローさん、サケコウイチさん、アッキーマルケンさん、佐藤ハブオさん、アップルさん、カヤトさん、ポンポンさん、ケンジレスさん、石ころさん、ティダカンカンさん、ありがとうございます。
29位の方から、カズヒーさん、ロヒーさん、ともちゃんさん、ソラさん、今日も太鼓でビンビンさん、イチタさん、ダイバーさん、ミー、あれ？あ、いいか、ミヤパンさん、シンチャロスさん、ありがとうございます。そして20位の方、カズジさん、コマモンさん、佐藤美音子さん、神鍋さん、ヒロポンさん、アジュさん、埼玉のユウさん、ヒロナさん、ハヤトさん、ジーコさん、西田さん、ありがとうございます。キーの方からお読みします。エンドクリッシュさん、ボンタカさん、ピースのおっさんさん、コンちゃんさん、テカピローさん、ヤナーさん、いけない太陽さん、すぐさん、1位たかしさん、ありがとうございます。あー、ありがとう。ありがとうございます。もう23歳本当に大変皆様にお世話になりました。24歳もどうぞこの私ですがよろしくお願いします。ありがとう配信。24歳もそばにいてください。ありがとうございます。よろしくね。またねー。